世界に痛みを。神羅転生。なしてこの葉の里に口寄せせなんだんじゃ。ここがこの葉隠れの里。地雷や小僧の肩にいた時と同じものを感じる。許さんぞペイン。あ、額のマークが。けで精一杯でした。勝二様のせいではありません。なんだよ、こりゃ。術を持っていながら、初めからこいつを使ってこなかったっつうことは、奴らには目的があったからだ。だな、奴らの目的はもちろん。ああ、渦巻きナルト。あれは…ナルトだ。ナルト…探す手間が省けたな。どうしてこんな無茶を。これが俺の正義だからだ。口寄せの術。あるのは俺だろ。ナルトちゃんは先代を超えたようじゃ。渦巻きナルトからは俺がやる。里のみんなには手を出さねえように伝えてくれ。みんなをかばいながら戦うのは逆にやりづれえからな。カカシ先生は任務で里の外に出てんのか。そうか。行け、ガマキシ。はい。お疲れ様でした、綱手様。口寄せの術。影分身の術。そうか、お前は仙人を。ふざけるな。何ちゅうチャクラじゃ。父ちゃんが教え。ふざけんなって言ってんだろうが。何おった。なんちゃ、あれだけ高回転高密度のチャクラを飛ばせると。拡大したじゃ。が帰ってきたのか。はい、戦術を身につけて今一人でペインと戦っています。なんだと。仙人モードが切れる前にこいつだけでも片付けねえと。先方フートン砂ぼこり。予選連眼。仙人モードでも
螺旋手裏剣はやっぱ2発までだ。くぬくすろくそ。戦術チャクラを補給できるのはあと2回だとすると、螺旋手裏剣を撃てるのはあと4発。もう一緒に、よし、これなら避けらんねえ。今度こそ やっと力が戻った。うっ、螺旋連弾。なん、神羅転生。どうやら中心となっているペインの力が戻ったようですね。あいつの、でもどうやって。俺は現実なんてできねえってばよ。わしらがするんじゃ。前の時と神羅転生。くっそー、ナルト君が。間違いありません、ナルト君ですよ。現実は戦術チャクラを多量に使用する。つまり術を発動するまで少し時間がかかる。万象天仙人モードをなめんなよ。今度はこっちから。なんだ、力が抜けていく。現実の発動までもう少し耐えてくれ、ナルトちゃんよ。これは戦術チャクラ、それなりにリスクがあったようだな。これでお前一人だけだ。わあ、父ちゃん、父ちゃんさんに。あの現実はもう懲りてるよ。先輩が解こうとしたペインの謎を解き明かして、その本体ってのを見つけ出すまで泣き言はなしだ。逆探知は無理だ。ペインはかなりのやり手だよ。この状況、そうだな、少し話をしよう。こんなことをすると俺に問うたが、その理由をお前に話したところで何も変わりはしないだろう。俺の師匠を、俺の先生を、俺の仲間を、俺の里を、お前をぶっ倒して俺がこの忍びの世界を平和にしてやる。その度に我々の国は荒らされ疲弊していった。幾度かの戦争を経て大国は安定と同じようにした。お前たち木の葉の忍びだけが平和と正義を口にすることを許されるわけではないだろう。お前も俺もその痛みを知る者同士だ。今その事象の中に生き、過去を知り未来を予感する。それが歴史だと知る。こんなわしでもこの忍びの世に憎しみがはびこっているのはわかる。憎しみ。お前なら平和を作るためこの憎しみとどう向き合う。俺はその憎しみの連鎖を止めるために暁を立ち上げた。
突発じゃねえかよ。人間はそんなに賢い生き物ではない。そうでもしなければ平和を作れないのだ。平和は目の前だ。